去年の2月24日に戦争が始まったわけですよね、こ、はい、こっちの、まあこのウクライナの北側の方っというのはベラルーシなわけですけども、ここにあのロシア軍の東部軍管区、まあ、日本のご近所にいる部隊ですね、これがあの早くから展開してまして、でこれが一気にこうガーンとあの北から降りてきて、ウクライナの首都キーウを狙うと。 いう構成軸それから同じくこっちの,あの,、まあ、このスムイとかです、ね、チェルニヒーの方にこうに入ってくる軸とあとはもともと2014年から紛争地域だったこのドンバスの方向とあとそれからまあこのクリミアも2014年から占領されてましたからこのクリミア方面からまあ南部のヘルソンザポリージャ方面に攻めてくるとおおむねこの3つぐらいの軸であの構成が始まったわけですよね。だいいたこれで えっと、15万から19万ぐらいのロシア軍が攻めていったというふうに見られています。であの開戦前のロシア軍のですね地上兵力、まあ、あのロシア軍の総兵力開戦前大体90万人ちょっとぐらいって見られてたんですけどもこのうち36万人ぐらいが地上兵力であったと。まあ陸軍28万と独立の空挺部隊が4万5,000。 海軍の中の中、まあ、海兵隊ですね海軍歩兵部隊が3万5千ぐらいということでまあ計そのぐらいあとはまあこのドンバスにいる進路派武装勢力がまああの3万人から4万人ぐらいだろうということですから、まあ、これをひっくるめても、えー、まあ19万ぐらいで攻めていったんじゃないかというふうに見られていますとするといや意外に少ねえなって感じもするんですよね。だっって陸上自衛隊14万ちょっとぐらららいですからね、うん、だかねそのウクライナー 軍も開戦前の時点で20万弱はいたわけで、えー、そうするとこう、ね、そこにせいぜいで陸上自衛隊1個分で攻めていくとなんか意外と少ないという感じがするんですよ。でこれはあの、まあ、やむを得ないところもあってなんでかというとあのロシアって徴兵された兵隊さんを戦争に生かしちゃいけないということを、えー、2023年にプーチンが、まあ、まさにあの自分の方針として決めてるんですよね。 陸軍の中の大体あの半分以上を占めるこの徴兵の兵隊さん18から27歳までの若者が国民の義務として軍隊に訓練を受けに来ているって兵隊さんは戦争に送っちゃいけないわけですね。それの分を除くとおそらくまあほぼ動員できる全力がこんなもんだったのだろうとは思うんです。 でもそれにしたってずいぶん舐めた作戦だなという感じはい<や> <laughs> してて作戦自体がやっぱ最初、うん、非常にこう不可思議ですよねどう考えてもまあ軍が主導して考えたというよりかはまあどちらかというとこの押せば倒れるだろうというまあ要はまあロシアが言うまああのゼレンスキー,キーウ政権と言いますけれどもまあそれがこう倒れるだろうという,そう,いう,こうまあ非常に甘い見込みはありますよね。 やっぱりそこでその長谷川さんがおっしゃったように最近ロシアはウクライナ政府のことをウクライナ政府って言わないんですよね必ずキーウ政権というふうにしか言わないと。やっぱりなんかこうこのウクライナという国のこのキーウというところになんか自称キーウ政権みたいな連中が居座ってるだけなんだみたいな,なんかそんなようなニュアンスを非常にこう強くそのプーチンの言説からロシア政府の各種公式発表に至るまで、まあ、こう。 打ち出してるというのが今回の戦争の非常に大きな特徴だと思っていて、うん、まあそうするとやっぱりこの戦争を始めた時点侵攻を始めた時点での目標っていうのがあの、まあ、い,いろんな人がいろんなこと言ったわけですよね。はい、でいろんな人はいろんなこと言ったんですけど、まあ、私はやっぱりこのキーウにいるウクライナの、まあ、彼らが言うところのキーウ政権を短期間で打倒してで同時にこうロシアウクライナ全土を電撃的に占領して、まあ、ウクライナが、まあ、どうしちゃおうとしたかは分かんないですけども。 少なくとも我々が知ってるウクライナ共和国という存在ではない形ロシアにとってこうより望ましい形の国に変えちゃおう、まあ、場合によっちゃもしかして本当に丸ごと併合しちゃおうとしたのかもしれないという感じをまあ私は持つんですよね。でまあ、実際戦況に関して言うと、まあ、そのこの辺からこの辺ぐらいまではロシアは占領したと。 であとはこの今赤くなっているところも概ね占領していったということなんですけど、まあ、これ以降はやっぱりなかなかウクライナ軍の抵抗もあって進めなかったで何より大きいのはやはりこの,あの2番目に大きな都市であるハルキウとそれから首都キーウが落ちなかったってことですよね最後まで。 だからあのロシアの目標としては、まあ、このウクライナという国の生態そのものを倒そうとしたんだと思うんだけどもそれができなかったということが、まあ、大体、開戦1ヶ月後ぐらいではっきりしてくるだからここからやはりあのロシアも国際社会もあこれはもうロシアの電撃戦では終わらないのであるとあのロシアとウクライナの全面的な殴り合い古典的な国家間戦争になるということが、まあ、誰の目にも明らかになったということなんじゃないのかなと。 でまあその後の展開はねあのもうよく知られてる通りなわけですけども、えー、ウクライナがあの反撃をかけていあまずウクライナの抵抗が激しいんでこの辺の地域からはロシア軍が撤退しちゃいますとでさらに去年の9月にはこっちから反撃かけていってこの辺の地域も取り返しますとあとはこの辺の占領されたこのドニプロ川対岸のヘルソンの辺りですよねこの辺も取り返しますとでこれでなかなか悪くないんじゃないかと思ってるところでまあ あの冬がやってきているでもそんなに寒くない冬だったから地面はぐちゃぐちゃしてって、えー、ウクライナ側の反撃作戦もロシア側の侵攻作戦もあんまり進まないと。で年明けてみたらどうなるかというと、まあ、ロシアが、まあ、この辺ですよねあのバフムトのあたりああのバフムトのあたりを取ってしまったということがあってうわやばいなと思ってたら今度はウクライナがこのザポリージャのところで反撃をかけたんだけども。 これがが残念ながらなかならかうまくいか,なかったとでまああの現在にまでいた至るもあまりこうウクライナが2023年を通してこう戦局を好転させるということができなくてで、まあ、そうこうしてるうちにこうロシアは戦力回復しちゃったんでまたこ,こっちの方ですよねこのドンバスの方の線で攻勢を再開してしまったっていうもう,もうぐちゃぐちゃになったわけはかりませんけど <laughs> あまあそんなようなのが大体僕の描くこの。 1> 1年間ってことだとだ思いますすねそうです、ね、あのあ大きくこうロシア軍って一応こう撤退は結構、しっかりやったわけですよね。うん、で、この辺りからあの最初はこう正直なところ、みんなよくロシア軍の側に立ってみたときにみんなよくわからなかったと思うんですよ。で、非常にこうパニック状態にこう陥っていてで、まあ、そこからこう、まあ、次の段階に移っていくというところで徐々にこうパニックっていうところから少しずつこう順応していくじゃないですけれどもうこういう状態なんだか、うん。 まあななととかしないといけないと思うただ、それでも総司令官もまあ結構、たびたび変わるしという状況が続いておそ、まあ、らくスロビキンのあたりで、まあ、あの防衛線作るなり何な,ないって結構、安定化をしていってで安定化したところで結局ゲラシモフがまあそれをと、うん、取っちゃうようなあの感じになって、まあ、今のこう後着というかあの今年につながっているのかなというふうには見ています。 まあ、そもそもこの今ロシア軍に5つ軍管区があるわけですけど、まあ、その5つの軍管区全部から地上兵力を抽出してきてで、まあ、その部隊集団というものを作ってこう各正面から攻めていったわけですけど驚くべきことにその各部隊集団をその上でまとめるこの作戦そのものの総指揮官がいなかったということなんですよ、ね。だからそらくもちろんこのゲラシモフはそのモスクワの参謀本部の指揮所にいて、まあ、指揮はしてるんでしょうけども。 やっぱりこうウクライナ軍の,そのザルージにそう司令官がいてその下に統合部隊司令官がいてここでその各軍衆あれ各地域コマンドを全部見ているという体制になっていなかったということからしてもやっぱり相当ロシアがウクライナをなめきって攻めていったとしか思えないしじゃあその後こう何らかの,そういうこの各部隊集団の上に立つ人を置こうといっても。 まあ最初のこのドボルニコフなんかはそういう地位があるかどうかもよくわかりませんみたいな <laughs> よくわかんない状態だったわけですよね。でその後一応スロビキンになってそういう職がちゃんとありますという話になってで、まあ、おそらくこれでやっぱりある程度あの軍の作戦としての統制が取れたんだろうですだからこの,あのヘルソンのあたりからの撤退この辺にいたロシア軍のヘルソンからの撤退っていうのはまあスロビキンが提案したと言われていて、まあ、実際そういう様子をカメラの前でも流したし。 でそれによってあのもちろんこうヘルソン落ちたのは痛かったけども戦線整理はできたわけですよね、このドニプロ川を挟んであのウクライナ軍とロシア軍が対峙する、だからここにそんなに大兵力を割かなくてもいいという状態をちゃんと作るとか,、まあ、なんかそれなりにちゃんとこう軍事的合理性に従った行動が取れるようになったのが、まあ、やはりなんかそのぐらいかなという感じがしますしで、まあ、その後こう、あの1月ですよねあのゲラシモフが参謀総長兼この作戦の総司令官になって。 とるとまあ、このゲラシモフの指揮のもとでじゃあこの明らかにウクライナ軍が攻めてきそうなこの辺に防衛線を敷くんだとかですね、まあ、なんかそんなようなことがちゃんととできるようになっていく昨年そのいわゆるその、まあ、偽の住民投票というか、うん、あの10月に行われたあの、まあ、一連の格好付きの併合プロセスというんですかねかその辺りはもうおそらくまあスロビキンになってますよね、うん、でスロビキンラインというのがまあ秋、冬で大体こう作っていて。 っていうことでやっぱり、まあ、今回の反転攻勢明らかにそのこのザポリージャから南に下るっていうところが非常にポイントだったと思うんですけれどもやっぱ結果的にこのスロビキンラインの <laughs>、うん、うんところっていうのはあの第一防衛線第二防衛線といろいろありましたけどそれこそ徳こク,クまで行くんじゃないかとかそんな話も,もうあったわけですが結構、硬かった。 戦ったですよね。まあ、だからあのえっと結局このザポリージャのオリヒーの辺りから下がったこっちかウクライナ軍だから青にしよう、まあ、ザポリージャのこの中オリヒーの辺りから下がっていってで本当だったらまあこの辺でまず特幕をロシア軍がこういう風に要塞化していた特幕を取ってで特幕が取れればあのロシア軍の鉄道網ってあの こんなふうにロシア本土から入ってきて特幕のところからまあこんなふうに分かれていく鉄道門だったんで特幕取れればロシア軍の平坦ラインをガサッと切れたわけですよね。やはりロシア軍って鉄道輸送に非常に依存する軍隊だし。 まあだからそうであるがゆえにこう3万人近いこう軍事鉄道部隊っていうのを自前で軍隊の中に持ってるっていう軍隊ですからまあやっぱそこを狙ったんだろうけどでもそれはもうみんな分かっているからロシア軍自身も要塞化していてまあその長谷川さんおっしゃるように守りを非常にこう固くここに敷いたわけですよねだからこれが突破できなかったっていうのが言いたかったなと。 ここから来るんじゃないかっていうのはかなり予測してたわけですよね、うん、なのでそうすると昨年作ったこう荒い塹壕について、うん、ちゃんと多分再構築というか、うん、ここもっと固めようとかっていうことは、うん、先々読んでかなりやってたかなというのがこの「ベルボベ」のあたり、うん、それこそ,、うんそね、ここからもう行くかなと思ったんですけど僕ね今年の2月か3月ぐらいの時点で、えー、っとテレビ出た時に元陸自の人がまさにね俺だったらここ行くって言ったんですよ。うん 俺ならここに行くな。で、それから、えっと、その、ちょっと前、せ、今年の2月がと思いますけど。うん、その、テレビの、その取材班が渡りつけて、インタビューした。あの、ウクライナの軍事専門家の人が、更生発起地点はオリヒューだって言ったんです。うん、やっぱり、みんな、その、世界中の陸軍将校が見たら、誰が見たって、ここ、こういくって思うんですよね。その、ある意味、その、定石の通り言ったんだけども、あの、おそらく。 三つ問題があって一つはウクライナ軍が結構こっちのバフムトの方とか、うん、あっちこっちに戦力分散しちゃったっていうのが、まあ、まずそのウクライナのドクトリンのまずさでもう一個やはり散々話題になってますけど西側からの軍事援助があまりにも中途半端だったと結局出すんだからなんで今年の頭の時に出しとかねえんだよっていうのがやっぱりこう悔やまれますよね最後にやはりなんだかんだ言って腐ってもロシア軍で。うん それ陣地を構築する戦場公平能力であるとかそのさまじい兵団能力とかそれを支えている後方の軍需産業能力、うん、あるいはこうウクライナ軍がじゃあ一部そのベルボブで防衛戦破った時に、うん、そこに素早く第7空挺手段を入れて穴を塞ぐみたいなちゃんと機動防御をする能力とかですねやっぱりこうロシアの継戦の能力を十分削れておけなかったというところも私は痛かっただろうなという,ふうに思います。 だからみんな勘違いしてんですよ根本的な奇襲と速度は全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると